永瀬廉、目黒廉、スノーマンと連続共演。今田美桜26歳が突然告白した元彼の話。福山雅治と大泉洋が W 主演を務める日曜劇場、ラストマン全盲の捜査官、TBSK。新人捜査官、吾妻祐希役を演じているのは、今田美桜、26、だ。福山さんの方から今田さんに声をかけたり、大泉さんも彼女に細かくアドバイスをしてあげるなど、現場で信頼関係が築かれています。ドラマ関係者、福岡出身の今田。2013年、高校2年の時にスカウトされ、地元ローカル番組などに出演してきた。地元での活躍ぶりを現在の事務所社長に見出され、19歳の時に上京。東京での活動をスタートさせる。グラビアやモデルにも果敢に挑戦。親から、22歳までに芽が出なかったら帰ってこい、と言われていて、とにかく一生懸命でしたね。テレビ関係者、週刊文春、現職美女図鑑、などで今田の撮影を担当した写真家の藤代明紗、氏が語る。